こんにちは、転売アカデミー堀秀夫です。今日はカタログ作成の時のですね、項目の記入方法についてお知らせします。まずこの赤い、ね、この印がついているところが必須項目です。ここを埋めていってください。一番上マニファクチャーエグザンプルソニーとか書いてありますので、まあ、ここはですね、メーカー名を書きます。でメーカーがね全然無名のとこだったら、自分のオリジナルブランドってことで、自分の、マニファクチャーネーム、ね、なんか決めて入れちゃってもいいです。でプロダクトネーム、ここは商品名ですね。エグザンプル、オリンパスカンメディア、カメラ、こういう感じで、入れていきます。3番目、ブランドネーム。ここですね、エグザンプル、ラルフ・ローレンとか、ノースフェイスとか、そんな感じです。パタゴニアとかね。で、ここも、まあ、無名なとこだったら、その無名な名前を入れてもしょうがないんで、自分で何かブランド名を決めちゃって、入れちゃっていただいて大丈夫です。で、マニファクチャーナンバー、ね、エグザンプル LE とかそういう感じですね。これも、まあ、特に決まりがないものは適当に入れてしまって、あるいは決まりがあるものもですね、別に、わかりやすい形で入れてしまう。あるいは自分だけわかる形で入れてしまうという形で大丈夫です。でずっと下行って UPC or EAN、 これジャンコードのことですね。ジャンコードを入れてください。またわからない点があれば、お聞きください。カタログ作りですね、商品が良くても、キーワードが間違ってたり、タイトル間違えててね、検索対象にしてもらえないとか、あるいは検索されるべき単語が入ってないと、売れませんので、ここは簡単なんですけど、作ることは、入れるところは少なくて簡単なんですけど、だからこそ、落とさず売れるような形でですね、入れないと売れません。これで合ってるかなと、自信ない場合はご相談ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。